皆さんこんにちは、 CXR 投資チャンネルへようこそ、イロピーです。11月20日月曜日、 FX ニュースをお知らせしたいと思います。目次です。新規失業保険申請件数が8月以来の高水準、ちょっと悪かったぐらいですね、先週。はい、そしてアメリカの住宅着工件数が意外にも、好調でございました。そして注目しているユーロ、個人的にですね、ユーロ買い中心ですが、ECB 利下げまずありえない。そして今週の、前半の、僕の目線とドル円チャート分析、していきたいと思います。先週ですね、 CPI、PPI、 そしてこちらの新規失業保険申請件数と経済指標がありましたが、トリプルパンチといいますか、全体的に市場予想悪い方向で発表が出ました。それを受けてドル円を下落と言いたいところなんですが、正直先週の木曜日、この指標から崩れた、CPI、PPI はもう低迷して当たり前ぐらいの織り込み済みだったっぽくてですね、さほど下落には貢献しなかったんですけれども、なぜかですね、23万1000人と、ちょこっと悪くなったぐらい、なんですけれども、以外にもかなり大きく反応してですね、後ほどチャート分析しますが、そして金曜日も、そして月曜日、本日も乱高下してますね。ちょっとは、相変わらずわからない値動きというような印象でございます。対して住宅着工件数ですね、137万2000件というところで少し良い結果ですね。前月比ベースでもプラス 1.9 というところで、3ヶ月ぶりの高水準でございました。一戸建てでは、7月以来の高水準というところで、金利は高いんですけれども、住宅買ってくるかという、ローン組んでくるかというような流れなんでしょうか。やっぱりアメリカ経済腰折れしきらないなというような印象が強いですね。やはりこのペースでいくと、もしかしたらソフトランディング期待全然出てきても悪くないかなとも個人的には思い始めてます。そしてですね、 ECB の利下げまずありえないと強気で、おっしゃったのがナーゲル総裁ですね、ドイツ。十分な期間こういう水準で推移する必要がある、すぐに終わることはまずありえんというところで、かなり高派ですね。やはり CPI アメリカより十分高いので、徹底的に叩き潰すという、メッセージなのかなと思います。オーストリア、中銀総裁ホルツマン、来年4、6月期第2四半期ですね、に利下げすることはないだろうというふうにコメントしてます。どういうことかというと、ちょっと市場はですね、この来年の第2四半期あたりをめどに、アメリカも含めてですけれども、利下げに転じるのではないかという、見通し、そして予想する投資銀行がちらほら出てきておりますので、そういったところに釘を刺したのかなとは思われます。もちろんですね、ドイツ、フランス、イギリスがしっかり落ちてきているのであれば、確率はゼロではないと思います。でですね、今週は感謝祭です。なのでここ近年ではね、クリスマス以上に動かないんですね、感謝祭の方が、どちらかというと。というところで、今週はもう水曜日夜ぐらいからピタッと止まり始めるかもしれません。木曜日はほとんど動かないかもしれない。はい、そして日本も祝日なんですよね。はい、で金曜日も中日なので、休み取って来週の月曜日からかなとは思ってます。といったところで、ちょっと感謝祭も踏まえて休み、長期休暇っていうほどでもないですけど、4日連続休みにアメリカ市場なるので、一旦ドル売りが先週から出ていたのかなとも思います。で、今朝なぜ結構いい勢いよくドル円が上昇していって、150円手前まで登ってきて、そこから 1.3 円ぐらい下落しました。いやー、 CPI、PPI で動かずに、動いちゃって動いたんですけど、そんなに動かなかった、新規失業者保険申請件数で動いて、何も経済指標がない東京時間で行ってこいというところで、なかなか気難しい、経験にはあまりないマーケットですね。難しいと言いますか、もう結構当てずっぽと言いますか、出たとこ感が多すぎてですね、不確定要素が多くて、非常にトレードはしにくいです。やはりこれが金利差マーケットなのかもしれませんがね。はい、ドル円見ていきましょう。日足ベースでは何ら違和感のない陰線ですが、じゃあこれを、15分足ぐらいにしてみましょうか。こうなったわけですね。過去じゃない、月曜日、
149円の60銭で始まり、150円ギリギリ手前、149円の99銭までいったんですね。でそこから9時から、先ほど1時15分1時半までに148円69銭、なんか出ましたっけ、まあ多少なりとも材料はあると思うんですけれども、いや 1.3 円下落するかというぐらいな、下落でした。で今戻して押収時間始まりました。今撮影したいのが16時半なので、まあ押収時間始まった、あ違いますね、ごめんなさい、冬時間なのでまだ始まっていないっちゃいないですね。5時からなんですが、まあその時の値動きを見てから確認するっていう感じですね。でまあ厄介なことに、このサポートラインもちょいっと割れたんですね。平行チャンネルもそうですが、前回のこの安値、こちらの安値を下髭で割れてるんですね。で、まあ、11月に入ってっていうか、まあ、10月下旬からですか、まあ、はなはなおかしい値動きしてますね。こっから148円から10銭から151円72銭に上昇して、で V 字で下落して149円の18銭、そして V 字で回復して159円の、90銭、そしてまあ乱高下しながら148円の、69銭。厄介ですね。さすがにこれ取れって言われても、まあスキャルとかね、デイトレーダーの人はやりやすかったかもしれませんが、ちょっとスインガーにとっては極めて苦しい相場だったと思います。もう間もなく1ヶ月ですか、こんなちょっと行ってこい相場やられてもね、結構無作為に動いてるような感じがして難しいなと。難しいっていうか、じゃあこれ取りに行けって言われても結構難しいですね。これ1分足で5分足で出られたらまあ負けますよね。はい、そしてですね、一応損切りここでね食らっちゃったんですけど、まあ、149円の差し値も入ってたんですが、まあちょっともう一発ロング入れてみました。ドル円ですね。リベンジロングですね。まあ大体こうストップハンティングして全戻しする傾向が、まあこの1ヶ月に限らずね、この時もそうですよね。この時もそうですよね。この時もそうだし、この時もそうだしっていうので、まあ繰り返しひどい動きをするので、まあこれもそうですね。8月割れて高値更新して、少し割れて高値を更新していく。今もそうですよね。割れて高値を更新していくみたいな。もうこのパターンかなとすごく嫌な気がしたので損切られましたが、もう一発入れていく必要があると思いまして、まあワンポジションだけなんですけれども、損切りにかかった分ですね、もう一度エントリーしつこくしてみました。でこれでさらに割れるような、まあさすがに諦めようかなと思います。はい、そういったところです。で買いに向かった理由としては、まあね、教科書通りだったら売りたい形状です。ここも戻ったとこネックラインなんでね、当たり前のように戻り売りなんですが、まあ本当に教科書通りいかないので、で金利差も見てみてもですね、例えば10年債というか、まあ金利米国債今日上昇してるんですね。10年債でも上昇してますよね。日本の国債こっちもなんか上昇してるんですよね。まあ上昇っていうほどでもないか、横ばい。アメリカと日本の10年金利の金利差もまあ気持ち上昇で、まあこうやってみると底堅く底が 入りつつある形状なので、やはり感謝祭に向けた調整売りだったのかなと思います。でこのまままたゆっくりいつものパターンで小回しのようなローソク足の実体が短い足でこうじわじわじわと上昇していくと、また売り上がりポジションがまあ増えていくかなと思ってますんで、その値動きを期待して、まあしつこく買い、狙おうかなと思ってます。1週間2週間3週間持っているとワンポジションあたりね、1ヶ月で70ピップ、2週間持ってるだけでも35、ピップ出るので、まあそういったところもやはり貯金はついてきますね。はい、金利差拡大マーケットを引き続きまだまだ買いで攻めたいかなと思ってます。一旦この金利差を見てもここまでドル円が下落する理由はなかなか考えにくいので、多分ポジション調整感謝祭絡みのかなと思っての、エントリーになります。でもう一つ気に、警戒するとしたら、まだそれでも円が強い場合、内閣の支持率があまりにも悪いので、いい加減円高是正を本格的に動く必要が出てきて、動いてる可能性もあるかもしれません。はい、そこだけはちょっと怖いですね。
まあ、ようやく真面目に考え始めたと、我ら、政府もですね、まあなかなか難しいかなと思いますが、まあ、それが出たら諦める方向でいきたいと思います。ユーロ円はまだ底堅いんですよね。もう金曜日から月曜日の今朝にかけてすごい反発しました。まあ、そこからもう1円落ちてるんでね、あれですけども、押し時間始まってここが騙しの押し目になって、まあまた戻ってくれることを期待して、実はユーロ円もですね、まあ、160円台のミドルから持ってるポジションもあれば、一番捕まってるので163円の10銭かな、ここですね、ここで買ってるんですけども、でさらに追加をここで入れたっていう感じですね。ユーロ円は強気で、ドル円以上に強気で、まあ、先ほどのスライドでお見せしたように、ECB メンバーかなり高派ですので、それに期待して、まあ前回かな、限定配信かな、先週のお見せした通りユーロ円の、リーマンショック前の170円手前ですか、そこを狙ったスイングトレードを意識して、スイングしていこうかなと思います。まあ、政策金利 4% 中盤ありますからね、まあまあこちらもスワップつきます。まあ、ここを狙ったトレーディングになりますね。引き続き今週もドル円ユーロ円根気強く、まあ、買い戦略で攻めていこうと思います。感謝祭の調整ポジション売り、だと判断して、まあ、できるタイミング、ポジションが吐き切れるタイミングを模索しながらの、トレーディングかなと思います。はい、ブラックフライデーセールのお知らせです。実は5時ぐらいかな、今日の日本時間、20日月曜日ブラックフライデーセールがトレーディングビュー毎年やっておりますが実施される予定です。まあ、もはやこの週に買うだけのお仕事なんですけれども、圧倒的に有利なので、ご購入いただければと思います。 60% プラス1ヶ月分お得と、噂では 70% も出るんじゃないかと、すいません本社に確認が微妙でして、はい、後で皆さん答え合わせしてください。5時なら残り15分後ですね。この撮影より、撮影はその前に行っておりますので、開始時間より前なんです、すいません。はい、ブラックフライデー、トレーディングビュー更新するチャンスは今が大チャンスです。ぜひこちらで、お買い求めいただければと思います。でさらにですね、例えば今契約してるやつが6ヶ月残ってるよって方でもですね、この時に買うべきなんですよ。買うとプラスオンされるので365日分ドーンと、なのでこんな感じですね、有効期間が507日ってこれサンプルで書いてありますけど、こういう風になるんですね。まあなので買った方がいいんですよね。はい、また1年後ですから、1年後までチャンスがありませんので、ついでの勢いでご購入いただければと思います。圧倒的に自動更新迎えるよりお得です。ちなみに CXR でもトレーディングビューの無料有料の比較の動画も掲載しておりますので、よかったらこちら視聴してみてください。わかりやすくきっと説明しております。はい、ライブ配信のお知らせです。今週はサロン制限定ローソク足千本ノックやります。明日ですね。はい、そして24日金曜日は相場展望ライブですね。ちょっとごめんなさい、僕はこの日お休みなので小山ゆか店に任せます。お休みの中日ということで皆さんもお暇じゃないかなと思いますので、ぜひお越しください。24日金曜日ですね。はい、ビットコインチャート分析に移りたいと思います。勢いは良かったんですが、先週から不穏な値動き、ドル円チャートみたいに不穏な値動きになってきました。急落からの急騰、そして全戻しとまで言いませんが、かなり強烈な戻し、そして高値を割れたんですが、またネックラインまで戻ってきてしまったという1時間足です。こっちも非常に難しくなってきました。実は今朝配信でですね、まあ、昨日も含めて、利食いに動き始めました。なんか ETF 延期じゃないかなと思い始めてですね、もしくは延期じゃなくてもこの値動きが出てるのであれば、もうセルザファクトを見越した売りが入っている可能性がかなり強い。はい、よってですね、ここからは無理できないなと思ったので、レバレッジできたら1倍未満までにポジションを縮小しようかなとも検討中です。まず裁量ポジションはそのレベル2まで落としましたが、さらなる縮小を検討しています。で GPT トレードの方はですね、売りを回して2本動かしてた買いストラテジーも止めました。こんな感じで短期的に売りを1本だけ走らせてですね、アクティブに、で2本買いなんですけども、もうこれ捕まる前提で持ってます。はい、でも注文間隔はこの上2本と比べて、狭い売りがですね、
まあ、そこで総裁しながら裁量ポジションと、相談してですね、うまく調整していきたいなと思ってます。これ今売り入れてますね。ガチャガチャやってますね。昨日の夜から回してます。まあこんな感じでヘッジ、決して迷走してるわけじゃありません。ポジション縮小を加味した上での戻り売りです。裁量で持ってるのが、この 1.78BTC から引いた 0.38 を引いた数なので、まあ 1.4 ですね。 1.4 に調整して、さらに 1.4 をリグー感覚で売りを回してる感じですね。でイメージとしてはもちろん 上値目線、変えてないんですが、もう一回ここのネックラインぐらいまでは落ちる可能性あるかなと思って、まあ、520万円手前、これ SMA200 ですね。ここを意識して買い差し値狙っていこうかなと思ってます。直近 SMA200 非常に相性がいいので、この10月もそうですし、この9月もそうですし、8月末もそうですし、非常に相性いいんですね、 SMA200。 ここもですね、8月上旬7月下旬どんだけ相性いいんだよ。細かいことまで言うと、もうこの辺もこの辺もワークしてますね。といったところでですね、 SMA200 4時間足は非常に相性がいいので、ビットコイン円まず一発止まるかなと。で跳ねてこう揉み合って、 MACD の冷やしがダイバージェンスがこう消化されていくのを期待してですね、まあ、買いを狙いたいなとは思ってます。仮に520割れる場合は、そうですね、難しいんですけども、一応ここのさらなるサポートのここ500万円、ここまでも見ております。はい、まあこの辺からの突き抜けは本当に ETF 期待の変わりすぎなので、こういうのを計算するとフィボナッチで半値押しぐらいはあってもいいかなと思います。まあちょっとこっから引くのはちょっと長すぎるんでね、あれですけども、 ETF 期待でガーンと上げてきたこの辺りを時間軸にして起点として見ると、半値510万円ぐらいですよね。うん、なのでこの辺いい具合かなと思ってます。まあこの起点をここと引くか、まあこの辺で引くかはさておきなんですが、はい、まあこの辺ぴったり重なってきますね。ああ、ここいいかもしれんですね。ちょうどこの19日、こう揉み合って揉み合って最後起点となってドーンといった上昇に対しての調整、498万、まあ約500万ですね。まあこの辺りを意識して下値を見て買い差し値注文を、まあ11月末から12月前半待つのもいいかなと思ってます。でこの辺でこう今度この辺りで逆三層作ってくれたらね、こんな感じで落ちて520万円でこうサポートされて、で下落して、まあこんな感じで作ってくれたら、まあいい加減冷やしもだいぶね、これ12月上旬ですよね、こういう風にいくかなと思いますんで、ちょっとこの深い調整入りそうだなと思ってます。逆三層ちょっとイメージして、目先に520万円までは下押しを警戒しながらのポジション調整しながら、でもあくまでも買い目線、はい、それで勝負していこうかなと思ってます。そして GPT トレードもいろいろとリニューアル進んでおります。ユーザーさん資金も2億1000万近くなってきましたね。そしてシミュレーション機能を実装いたしました。押すとですね、自動売買のこのロットを入れてシミュレーションボタンを押すと結果が出ます。まあ、例えば 0.1BTC、400万円利食い20万円注文間隔3万円とかやって、はい、こんな感じですね。シミュレーションボタンが完成しまして、スプレッドも手数料も入力できるようになってます。でこれをえいっと押すとですね、くる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 じゃん、実現損益と含み損益分も加味した上で、まあ、約180万円って利益出ましたけれども、注文回数とか決済回数などなど必要推奨証拠金などが出るようになっております。なんと取引履歴もしっかり見れます。これで皆さんもぜひシミュレーションして自動売買デビューしてみてください。ちなみにですね、この保存ボタンを押すとですね、この一番下に出現します。設定したものが自動的にコピーされますので、あとはオンするだけです。
といったぐらいで便利機能つけましたんで、新機能でございます。これ一回皆さん一度遊びながら、いろいろと調整してみて、楽しんで遊んでいただければ、遊んじゃダメか、運用していただければと思います。もちろん全部無料です。 ID とパスワードを登録していただいて、楽天ウォレットの口座開設済ませれば、自由にお使いいただけます。特別何かお金取られることは一切ありません。 CXR でサーバー代も全て、負担しておりますので、まずユーザーさんにお使いいただいて、認知度を広めたいなと思っておりまして、その一心で頑張っております。ぜひご協力ください。以上、ヒロピーの FX ニュースでした。ご参考までに。